赤コーナー堀口教授、青コーナー元谷幸選手入場 57.85 クリア。さあ続いてついにメジャーリーガー電撃参戦です。堀口選手お願いします。堀口選手、57.95 クリアです。 57.95 こちらも見事クリア。世界で一番強いフライ級の日本人対国内最強と目される日本人、フライ級戦争ついに開戦です。フェイスフェイスお願いします。空手ベースです。ロングレンジの堀口、そして充実テクニックさえる元谷、倒すか引きずり込むか、興奮冷めやらない会場です。さあ大きな拍手をお願い申し上げます。Again, it's great for the fans. We should have respect for each other. Horiguchi's got a UFC background. He's been fighting in Japan. Oh, he was top five in the UFC. Yeah. Top five for his weight class. The Japanese MMA scene, which is very respectable. As everybody knows, I love the United States and I try to rock them as much as possible. So it's actually really nice to see his love for his country. And it's not just Horiguchi too, it's also the same with Kokoro. Oh, yeah. He's been in this career for a long time. He's considered to be a bit of a legend. Yes, starting from a lot of K-1, Pride, all the way up. And they both have a lot of respect for each other. Exactly. See, that's how I like to see it. That's what I like to see. All this drama and stuff. 堀口恭司選手、そしてガブリエル・オリベイラ選手です。さあ、メインメンターはこの2人、12月29日。まずは登場。オリベイラ選手、61.0 ジャストでクリアです。ジャストでクリアしました。60.75 クリアです。安心感があります。しっかりとクリアして、この会場にたどり着きました堀口恭司選手です。まずは正面向いての撮影です。それではフェイストゥフェイス、身長差あります。オリベイラ選手は前回川尻達也選手を破りました。そして今度は堀口選手と対戦、くしくも UFC で戦ってきた日本人ファイターたちを迎えることになりました。さあ続いてはお互いに向き合ってのポーズになります。向き合っていただき、そしてファイティングポーズお願いします。ファイティングポーズ、マネルケイ選手、堀内京選手、ありがとうございました。早くも2人の間では会話がなされています。何が今どういったやり取りがなされているのか分かりませんけれども、早くも殺伐とした雰囲気になってきました。はい、まずはじめに正面を向いてのファイティングポーズになります。大丈夫ですか。明日のグランプリ準決勝から決勝に勝ち上がり栄冠をつかむのは一体誰になるのか、もう早くも緊張感が漂っているこのステージ上でありますが、皆さんぜひご期待ください。61キロ契約になります。まずはマッコール選手。はい、マッコール選手、60.75、クリアです。クリアしました。はい、堀口選手、60.80クリアです。見事堀口選手、去年年末に行われましたライジンファイティングワールドグランプリ2017バンタム級トーナメントの覇者堀口恭司が2018年、まずライジン幕開けにそのメインイベントで登場です。堀口を倒し自分がナンバーワンだと証明する、そう話すヤン・マッコール選手。一方は堀口選手、 KO か一本で決める試合をする。堀口恭司 VS 大木久保博正、ライジン MMA ルール1ラウンド10分、2ラウンド5分で争われます。60キロ契約、肘ありのルールです。はい、大木久保選手、59.75クリアになります。はい、堀口選手、59.85クリアになります。安定のクリアです。5年ぶりの因縁の対決になりました。かつて州と世界フェザー級王座を争ったこの2人の戦い、あの時勝ったのは堀口恭司選手でした。
続いてフェイス2フェイスです。お互いに大きなものを背負って明日のリングに臨むことになります。5年ぶりの因縁の戦いです。堀口恭司 VS ダリオン・コールドウェル、ライジン MMA ルール5分3ラウンド61キロ契約で行います。昨日もマスコミ会見では踊りながら、そして時には自分でマイクを持ちながら喋っていたダリオン・コールドウェル選手、ベラトールのチャンピオンです。ライジンに乗り込んできました。60.85 クリアです。クリアしました。はい、堀口選手、60.80 クリアです。クリアしました。ご覧の通り身長差があります。背が高いのはコールドウェル選手、一瞬の踏み込みの速さを見せる堀口選手がどういった戦いを見せるのか、まさに軽量級戦線、ライジンで世界の頂点を競うことになりました。さあ続きましてフェイス2フェイス、少しにやりと笑った、さあライジン男子初のベルト、腰に巻くのはどちらでしょうか。がっちりと握手を交わしました。世界最高峰の戦い、ここにあり。堀口恭司選手、そしてダリオン・コールドウェル選手でした。堀口恭司 VS ベン・ウィン両選手の入場です。さあスーパースター、ライジンが誇るチャンピオンの登場です。59.85 クリアです。クリアしました。はい、堀口選手、59.65 クリアです。クリアしました。ライジンが誇るバンタム級王者堀口恭司選手、これまで16勝して半分の8勝が KO というストライカーでもあるベンウィン選手です。お互いに距離感には定評がありますが、どちらの距離に持ち込んだ戦いになるんでしょうか。明日の第10試合 MMA ルール5分3ラウンドです。このチャンピオンも名古屋に登場です。堀口恭司 VS 朝倉海良選手の入場です。さあ地元愛知で勝ち星を挙げられるか、大金星なるか、朝倉選手お願いします。朝倉選手、61点、もうちょっと乗りましょう、もうちょっと。はい、朝倉選手 61.00 クリアです。ラストでクリアしました。余裕の表情です。鍛え抜かれた肉体。はい、堀口選手、60.75 クリアです。クリアしました。明日のメインイベント成立です。さあそれでは前に出ていただきまして、正面を向いての写真撮影をお願いします。ファイティングポーズお願いします。身長差ややあります。朝倉海選手の方が上回っています。そしてライジン、そしておよびベラトールの2冠王堀口恭司選手、日本に凱旋しての試合ということになりました。新鋭の朝倉海選手との一戦です。この身長差というものは明日の試合どんな展開を生み出すんでしょうか。非常に楽しみです。兄ミクル選手が今回セコンドにつきます。海選手です。そして堀口、まあ、そうですね、前回きっちり KO で負けたんで、今回はやり返したいなと思ってんで、まあ、ぜひ見ててください。迎え撃つチャンピオン、朝倉海選手お願いいたします。こんにちは、朝倉です。まあ、ついにこのカードが決まって、僕自身すごい楽しみなんですけど、多分皆さんも待ち望んでくれてたカードだと思うんで、本当に嬉しいです。でやっぱり堀口選手は実績もすごいですし、本当に日本の格闘技界を引っ張ってきた選手なんで、多分一筋縄ではいかない相手だと思うんですけど、でも僕は堀口選手が怪我をしている期間4試合して、そしてチャンピオンになって、前回戦った時よりもさらに強くなってるんで、もう一発ぶっ倒してやろうと思ってます。はい、しっかりこの怪我を克服して、大晦日しっかり勝利するので、まあ楽しみに見ててください。 Yes! Easy fight!